はい、どうもキッティです。はい、どうもアソニーです。行きましょう。リリース前の新作アプリをご紹介するコーナー。今日のゲームは極夜大陸メテオの彼方。メテオの彼方、はい、はい、EU ゲームさんの新作 MMORPG 極夜大陸という太陽の昇らない世界で隕石と共にやってきた魔獣から人々を救うため、プレイヤーは勇者として騎士団と共に人類存亡をかけた戦いへ繰り出していくといったストーリーになっています。はい、MMORPG にしては珍しい縦画面の表示になってまして、うんうんうん、優秀なオート機能、そしてオフライン中にもレベルアップができるというね、おーいいね、手軽なゲーム性と膨大なやり込み要素や、はい、プレイヤーとの交流、そして、ね、これをね全部全てを味わえるタイトルになっております、うんうん、そして今回ですね、ありがたいことに特別に先行プレイをさせていただいている、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。でね、こちらが今まだ開発環境のものになっておりますので、まあ、はい、一部製品版とは異なる場合がありますので、うん、こちらだけご了承ください。お願いします。ということで、一体ね、どのくらい手軽に MMORPG が、そうね、早速やっていきましょう。ね、やっていきましょう。はい、はい、というわけでね、まずね、プラスボタンでキャラクター作っていきましょう。お、キャラメイクできるんですね。はい、はい、かわいい、すげえ。そう、これがね、今ド派手な演出ですね。はい、この子、戦機ですね。うんうんうん、戦機、騎士、射手、剣客の4つから好きな職業を選んでスタートできると。え、すげえ。これが剣客ですか。ね、うん、好きなやつからちょっと選んで。なるほど。うん、え、これが一種。車種、車種。いいね、かわいい。ね、かわいいよね。ここシンプルな感じだけど、エフェクトはしっかりとしてるという感じですね。結構派手よね、うん、エフェクトがね。どうしようかな。じゃあ俺こいつにしよう。おお、珍しい。騎士。騎士。はい。いいですね。騎士でいきます。はい。はい、というわけでね。はい。こちらスタートしましたけども。始まりました。本作ね、先ほど言いました通り盾持ちでプレイする MMORPG となってまして、うん、片手でね手軽にサクサクプレイできるっていうのがすごいね特徴になっております。へ、ね、これね、あの左下にね、あの目的が表示されてると思うんですけども、うんうんうん、オレンジのとこですね、はいはいはい、これをねタップするだけで、任務の受注、そしてバトルとかね、そのアイテム採取の目的だったりとか、はいはいはい、あとその後の任務の完了報告まで全部オートでやってくれる。ね、まあちゃんと今時の、うん、これめっちゃかっこよくなった急に。そう、すごいよねこの。え、急にめっちゃ、ね、ボン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 行くから。見た目が変わったけど急に別人のようなイケメンになった。ね、すげえ。すごいっすよね。どんどん進んでってるわ。うん。オートでできちゃうんだ。そうなんですよ。すごいね。だもうね、あのこの動画を撮るためにまたアカウントを育ってたんですけど私、うんうんうん。はい。もうこのずっとね机に置いたまんま。おうおうおうやっていくだけで、ね、なるほどね。じゃあもう仕事してる間でも、そうなんですよ、ね、もう何にしてる間でも置いとけば育つわけですね。はい、いいですね。まあ、もちろんね、オートでできるってことは自動でもできるということで、うんうん、手動でもねプレイができますので、はいはいはい、まあ、こちらはね気分によって使い分けをしていただいてプレイができるというふうになっております。ね、本当にサクサク、まあ、序盤だからね、うん、できますあれですけども。でね、また本作なんですけども、アプリを開いていない間でも経験値を稼ぐことができるっていうね、放置系の要素もありますので、はいはいはい、まあ、レベル上げのね手間とかがなく、はいはいはい、ストレスがなく遊べるというところも魅力の一つかなと思っていますけども、はい、そしたらね、あのね、こんな感じで序盤は進めていくんですが、ちょっとねネタバレになっちゃうかもしれないので、ここら辺にしていただいて、うん、あの僕が事前に育てておきましたキャラクターに変更していきたいと思います。変えていきましょうか。じゃあ、はいはい、というわけでね、あの私が事前に育てておきましたアプメちゃんに変更、いやもうめちゃくちゃなことになってるさせていただきますけどね、もうだいぶレベル上げておきました。わけのわからんことになってるやん。アンソニーさんにチェックしていただきたいの下の画面の仲間っていうところですね。はいはいはい、はい、こちらですね、本作ですね、自分のキャラクターや装備だけでなく一緒に戦ってくれるあの奇獣っていうね、うんうんうん、乗り物の、動物とか、はいはいはい、あと妖精も育成ができるとおーかわいいになってまして、あのオレンジのボタンのねおまかせっていうボタンを押すだけで、はいはい、サクサクってレベル上げができると。おーすげー、見た目が変わってしまったけど本当だこうやってレベル上げるとスキンがどんどんすごいね。いいね、見た目も変わっていくのは楽しいね、うん、ね、楽しい。やっぱレベル上げてもね見た目は変わんないこと多いですからね、うんうん、はいはいはい。そんなねスキンとか、装備とかがコレクション要素としてもありますので、はい、そしてスキンですね、色もカスタマイズができるということはね、おうおう、自分の好みのキャラクターに作ることができる。なるほどなるほど、ありがたい、はい、はい、そしてギルド、こちらなんですけども、うん、MMORPG なんで当然なんですけども、ギルド機能がありまして、はいはいはい、これねチャットなどで他のプレイヤーとのコミュニケーションが取れるいうふうになってます。マルチプレイちゃんと推奨ですね、はい、そうなんです、はい、そしてですね、その今下の画面に表示されておりますが伴侶ですね、うんうんうん、こちら本作結婚システムがありまして、出た、
他のプレイヤーと結婚して子供を育てるっていうことができる。すごくない？はい、すごいよね。リアルの結婚いらんやん。いらん、もういらん。これだけでいい。戸籍なんていらん。アプリ内結婚と、はい、いうことですね。この子供が育つと一緒に戦えると。すげえ、ね、面白いね。ね、子供とね共闘ができる。いいね、いいね、ね、育てがいがありますね。ね、はい。というわけでね、そんな豊富な育成要素とコレクション要素、 そしてやり込み要素がね、はいはいはい、ボリューム満点の極夜大陸メテオの彼方なんですけども、現在事前登録を受付中です、はいはい、15万人を突破すると装備ガチャ50連がもらえるということなのでね、うんうんうん、気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、はい、ということで極夜大陸メテオの彼方先行プレイをさせていただきました、うん、どうでした？いや、まあ、やっぱりね、その作りはシンプルなように見えて、うん、本当にやることが、うん、まあ、結婚子作りまでできちゃうからね。子作りっていうの？子作り、子育てか。子育てもできちゃうから、うん、もうね、ね、見た目にはあれ、まあ、でもエフェクトもめちゃくちゃ派手だし、うん、古き良きいい感じを残しつつね、うん、まあ、今時の機能をすべてね兼ね備えたゲームかなと思いますので ね、 そうですね、うん、ちょっとアニメチックな感じで ね、 見た目も可愛らしいし、うんうん、いいと思いますね、はいはい、よりね詳しいゲーム内容なんですけども、概要欄に先行プレイの記事がありますので、そちらをぜひご覧ください、はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。